はい、今回は2020年春アニメの見始めましたという、見始めレビューです。はい。はい、ただね、今期はちょっとね、この後最後まで見れるかどうかが結構心配になってきちゃってるんですけどね。まあなんか放送休止が結構相次いでるらしくてね。うん、まあとりあえず1話ずつ今回紹介するものからね、その見てきた感想を語っていきたいと思います。うん、はい。じゃあ今回のお品書きは、お品書きは、リスナーズ、はい、ギャルと恐竜、はい、社長バトルの時間です、はい、プリンセスコネクトリードラ、リダイブ、うん、リードライブね、うん、あ、リードライブなんだ、うん、あ、リダイブか、リダイブだよね、リダイブ、リダイブ、あれ俺の字の打ち間違いじゃないよね、オッケー、八なんてそれはないでしょう、うん、隠し事、うん、新桜大戦、はい、ハクション大魔王2020、うん、かぐや様は小倉スタイ2期、うん、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、あらあら、放課後堤防日誌、うん、本好きの下克上第2部、あ、これは第2部で、うん、第2部、あとやはり俺の青春ラブコメは間違っている感、あ、これで終わりなの、そう、うん、あっぱれらんまん、あと BNA、うん、ミュークルドリーミー、はいはい、であとはいくつか再放送とか続きものとかがチャラチャラと続く感じかな。なるほどね。はい。では上からいきましょう。はい。うん、で、まあ、第1作目、リスナーズ。うん。先に言っとくけど、これ1話目見てません。あら。というのも、うん、前期から続いてる、ケンガンアシュラっていうアニメがあって、うん、それと放送時間丸かぶりのせいで見られない。うん、ああ。ただ、なんか配信とかであったら見たいなってすごい思ってて。うん。ちなみに世界観とか作風とか見た感じ、全然俺の好みではない。あら。ただ、うん、登場キャラクターの中に、うん、ウェンリー&リサっていう二人組がいて、うん、ウェンリーが黒髪で、リサが白髪。うん。なんと、声やってる人が、うん、本名陽子とゆかな。あら、それってもしかして？もう初代プリキュアなんだよね。うん。で、しかもキャラ紹介のページも、うん、1イラスト1キャラクターっていうの、うん、で、はい、次へ、次へ、次へって1キャラずつ紹介されてんだけど、うん、ウェンリー&リサは2人同時に紹介されてるし、うん、2人が手をつないでる女なんだよ。ほう。で、本田陽子、これ明らかに意識してんじゃんね。うん。で、そのキャラ紹介のページだけ見て、あ、これ見るっきゃねえべと思って。うん。でも、キャラ紹介のページで言うと、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個目なんだよね。うん。だからメインキャラではない。まあただ、うん、それだけの理由でちょっと見たいなとずっと思ってたけど、さっき言った時間かぶりのせいで見られてない。うん、なるほど。今調べたら Amazon プライムで配信されてた。うん、あ、よかったね、うん。よかったね。これはちょっと後で時間があったら見てみよう。うん、最終話まで配信されたらの話。うん。うん。うん、では、そんな感じですね。早っ。はい、次。はい、次。ギャルと恐竜。何これ、ね、うん、ギャルが、うん、酔っ払った時にちょっと恐竜拾って家に連れて帰っちゃったと。え、恐竜生きてんのこの世界。恐竜はなんかそういうものがいる感じ。ただ今のところ拾ってきた恐竜しか出てきてないけど、絶滅はしてるとかは突っ込まれないの？そういうのは気にしちゃダメ。あ、もう別に恐竜がいても割と普通にしてるのね。いや、恐竜がいるかどうかすらよくわかんないけど。え？誰もそれにツッコミを入れない。うん。ああ、昨日酔っ払って恐竜拾ってきちゃったんだ、つって。うん。酔っ払ったギャルが朝起きるところから始まって。うん。で、恐竜つっても人のサイズぐらいの恐竜がいて。うん。で、喋らずになんか、仕草だけでなんか感情表現とかしてる感じ。うん。っていうアニメで。でなんかコンセプトだけ聞くと、うん、日本のアニメというよりなんか海外アニメとかでありそうな、ああそんな感じなの、感じだね、うん、で、まあナレーションの声も入ってて、うん、いや恐竜何食べんだろう、うん、まあいっかって感じで言うと、うん、ギャルは何も気にしないってナレーションが入るの、うん、で恐竜も何も考えてないみたいな顔が出てきて、恐竜も気にしないっていうナレーションが流れて、うんうん、でカップラーメン食うかって言われた恐竜がカップラーメンズズズって食う、うん、で1エピソード終わりみたいなね。短編なの？
そうだね。番組は1本30分アニメ、30分枠のアニメなんだけど、短編で3、4本やる感じ。ただ、作りがポプテピピックってわかるよね。わかる。ポプテピピックみたいな作りをしてて、途中でその、粘土細工みたいなアニメーションが入ったり、実写が入ったりする。っていうか、半分実写。で、なんだろう、俳優のおっさんが、A パート、ギャルがアニメーションやった後に、B パートでおっさんがそのギャルと同じことをやって、恐竜の着ぐるみとなんかいる実写パートが入んの。で、俺は俳優とか芸能人あんま詳しくないからわかんないけど、そこそこちゃんとした俳優のおっさんらしい。で、ポプテピピックの、ポプテピピックって見たことあるアニメ。あるよ。最終回見た？いや、でもなんか実写でなんか声優さんが出たんでしょ？蒼井翔太だったっけ？蒼井翔太が、だったかなんか、A パートと B パート、ポプテピピックは同じことやってて、A パートの最後で、なんか、鬼が不幸な終わりをするから時を戻すっつって。で、B パートでハッピーエンドみたいなわけわかんない展開をやったんだけど、制作会社がポプテピピックと同じなのかな？蒼井翔太っていう声優さんは時間を戻す能力が持っていますという前提で話が進むの。だポプテピピックの最終話を見ていないと分かんない展開で。で、恐竜を拾ったその実写のおっさんが、うわ、胸が苦しいとか言って死んじゃうの。で、蒼井翔太が現れて時間を戻して、で、終わって、第2話でまた同じおっさんが同じことをやって、また最後、うわ、痛いっつって死ぬの。で、また時を戻さなきゃっていうのを実写で繰り返してて、なんだろう。これだけで見たら意味わかんなくてつまんねえわ。で、ポプテピピックを見た上なら、ああ、あれのオマージュねえってなるのはわかるんだけど、それをあれのオマージュねえってわかるためのハードルが高え。あと単純に話がつまんない。って感じかな。まあ、ギャルは可愛くて A パートは見てられるかな。って感じ。へえ、実写って待って、人が出んの？だから人。だからその実在する俳優さん、おっさんの俳優さんが、A パートのギャルと同じことをやるの。酔っ払こってれ、恐竜拾っちゃったんだーって。今見てるけど、見え張るじゃん。三重春って有名な人？見え張るさんじゃない？あ、そう、多分それ。俺がその人を知らないんだけど。へえ、なんか、へえって感じ。いや、こうやれば面白いんでしょみたいなのをやってるけど、単純につまんない。から、多分これ1話見てみたけど、2話目はいいやって人が多いんじゃないのかな。いや、わかんないよ。ほら、今こういうのにみんな好きだから。まあ、そういうのを知ってるという前提で、内輪ノリ。まあ、内輪ノリで一緒にそういう話ができる人がいれば楽しいのかな。もうほら、今ツイッターでみんなで盛り上がれるとかそういうのがね。ちょっと個人的にはちょっと合わなかったなという感じかな。なるほど。はい、次。社長、バトルの時間です。ほう。これ同じタイトルのソシャゲが、なんかあって、ソシャゲベースって言っていいのか、もともとアニメ化が狙われてたのかわかんないけど、異世界転生ではないんだけど、ギルドみたいのがある世界で、世界が大恐慌だか、飢餓だかわかんないけど、人類死にそうな時に神様が現れて謎の門を作って、で、門の先には、すごいエネルギーを持ったクリスタルがあって、だから商業ギルドがボコボコできて、冒険者たちがそのクリスタルを取りに行ってますよという世界。で、まあその商業ギルドっていうのは、まあギルドの会社がボコボコ乱立してて、で、そこの弱小ギルドの社長さんが行方不明になっちゃったと。だから、まあ主人公が、働かないニートだった主人公が、そこの社長の次の社長になり、なってくださいと突然言われましたという話。で、社長になった主人公が何するかっていうと、そのギルドみたいなところには働いてる従業員がいるんだけど、従業員が、戦闘員よ。
と一緒にダンジョンに行って、うん、で社長が戦闘員に指示をする、うん、お前はあれしろお前はあれしろみたいな命令をして、うん、で敵モンスターを倒して、うん、でモンスターを倒して進むとその不思議な力がある石をゲットできますよと、うん、あのすごいゲーム的な展開、うーんで、まあ、社長になるからにはその、うん、なんか戦闘になった時に各員に命令する能力が問われますと、うん、いやただこれ本当その話がすごいゲームっぽいでしょ、うん、をアニメ化してアニメで同じようにやっちゃってるせいで、うん、戦闘員が言われたことしかやらない無能になり下がるんだよ、うん、社長早く指示してくださいとか言ってさ、うん、いやいやお前戦闘員だから戦えよみたいな、うん、まあ、ちょっとそういう違和感があるけど、うん、まあまあ非常にゲーム的な流れ、うん、で、まあ、世界観はまあまあゲーム的で石集めればいいっていうのは分かりやすいけど、うん、あとよくありきたりなのがその主人公の経営することになったギルドは弱小ギルドだからお金がなくて経営難に陥ってと、うん、じゃあみんなで頑張っていこうねと、うん、いう話だね。まあキャラクターはキャラデザーは割と可愛いよ、うん、調べてないけど多分これお礼芋とかそこら辺のキャラデザーのあれ感じなのかな。あー確かに似てる感じがするかも、うん、で主人、あと言葉っていうかそのノリが、うん、現代日本の言葉遣いのノリがあって、うん、社長はニートなんでしょ、ごくつぶしだからちゃんとやってくださいよみたいな、そういう、うん、だから仕事がないからうちの社長になればいいじゃんみたいな、そういうセリフが多かったりする。うーんかな。まあうーん本当さ、若い子若い子に受けんのかな、まあ、ちょっと結構若い子に狙った感じで、うん、年いった人にはちょっときついかなって思った。うーん、あとはまあシステムが、ね、システムが独特で、うん、ダンジョンに潜ってモンスター倒したらモンスターにその社員っていうの会社のハンコをバーンって押すと、うん、まあ、後日ギルドとか会社とかのカンパニーの立ち位置が説明のしづらいな、うん、まあ、とりあえずその元締めみたいなところからその主人公の所属する会社にお金が振り込まれますよみたいな、うん、でそのハンコってのが剣みたいな形をしてて、うん、社長だけが持つことができる、まあ、主人公が持ってる剣みたいなのがハンコになってると、うん、とかまあそんな感じ。見た感じでもなんか見た目は別になんかその異世界の魔法の世界というか、だって主人公なんか普通の学生みたいな格好してるよ。あでも元ニート、んかニートの時からこの服を着ていたよ。へえ、ニートでこの服着てんの。そうそう、何ニートいるかいなんでニートかは分かんないけど。であとは女の子のキャラクターは股間に目がいくような服をしてるのが多いね。そうだね、このあかりちゃんって子いるじゃん、このスカートちょっとエロすぎない？このスカートエロ、スカートっていうかワン、なんかあの、うん、うん、すごいよねこれ。うん、なんでそこハート型に切り取られてんのかな。いやー頭いいわ。これはだってもうみんなね、あのリア充はこれでコスプレニャンニャンするんでしょ、うん、そうそうそう、うん、ガイドさん、堀江ゆいの声やってるガイドさんってのもこのセーラームーン風のスカートのひらひらだからね。うん、うん、それでいてなんかちゃんとほら股間を強調するようななんかついてるよこれ。うん、えろ、まあちょっとこびすぎなキャラデザが多いけど、うん、ね、今2話まで見てるんだけど、うん、当然主人公は弱小なんだけど、うん、弱小会社をライバル視する、うん、まあ、同じ弱小のライバル会社が出てきて、うん、お前らたちにはこんなことはできないだろうなははみたいなキザな男も出てくる、うん、すごいテンプレだけどね、ちょっと次気になっちゃうかなっていう。なるほどね、うん、うん、なんかよく思うんだけどさ、よくこういうアニメの作品はさ、うん、ずっとニートだったのにね、即戦力のになるニートっていうか多いよね。そうだね、アニメってね、あの結構ニートだったくせに、うん、その対人スキルは高いよ、うん、なんでこいつニートやってんだろうって思う人が結構多いんだよね。そうだね、うん、つかこんな殺伐とした世界でニートって生きていけんのかな。まびかれちゃうんじゃないかな。うん、なるほど、わかりました。じゃあちょっと面白そうっていうことですね。うん、はい、次、プリンセスコネクトリダイブ。うん、
プリンセスコネクトもこれ散々 CM やってるソシャゲなんだよね。うん。で、ね、なんか知らないけど、主人公が、男の主人公がいて、うん。で、女の子たちを戦わせるゲームっぽいの。ほう。で、主人公もあんま戦わないっぽいんだよ。うん。で、アニメでどうやんのかなって思ったら、うん。ほら FGO ってこの前アニメがあったでしょ、フェイトグランドオーダー、はいはいはい、うん、あんな感じで主人公がマスターで女の子を刺激して戦うのかなって思ってたんだけど、うん、なんかね主人公はもともとすごい戦闘員だったっぽい描写があってアニメで、うん、あちなみに俺あの原作のゲームは知らない、うんうん、まあ、で主人公は戦闘員っぽかったんだけどなんか知らんけど、うん、あのゲーム中でゲームオーバーになってリセットされたみたいな描写があってね、うん、なんか記憶を失ってるの、うん、でなんか知能が赤ちゃん同然に落ちてると、うん、でも見た目は青年、うん、って感じで、はい人生やり直しって感じ、うーん、たらお目付け役っていうかガイド役の可愛い女の子がいて、うん、あのマスター私がガイド役ですっつって、うん、でモンスターに襲われたってなったら主人公が犬みたいなモンスターにガブガブ噛まれちゃうんだけど、うん、そのサポート役ガイド役の可愛い女の子がマスターしっかりって助けてくれると、羨ましいね。で旅をしてると腹ペコなお姫様に出会って、うん、で腹ペコなお姫様がなんかキノコのモンスターに襲われてるみたいなちょっと助けるシーンになって、あらちょっと何かを比喩してるような、まあまあで、まあ、そこで主人公はボコボコってやられちゃうんだけど、うんうん、まあ、その女の子もちょっと女の子ね、腹ペコのお姫様がすげえ強くて、うん、でちょっとサポート役のガイド役の女の子もすぐ強くて、うん、で主人公を守ってキノコがたちを倒してくれました、うん、っていう話が第1話だったと思うんだけど、へ、うん、何がどうなんだろう、これゲームやってないせいか、うん、いまいちよくわかんないんだよね、うん、なんか、うん、ソシャゲっぽさをもうちょっと前面に出してくれればわかりやすいんだろうけど、うん、とりあえずあーとかうーしか言わない男の主人公、うん、のなんか世話をせっせとしてくれる女の子、うん、とあとなんかわかんないけどすげえ強い女の子、うん、が出てくるだけ、うーん、これでもあのソシャゲのファン、ソシャゲを知ってる人の感想を聞くと、うん、出来がいいって言ってんだよね。へえ。ソシャゲ知らない身からするとこれ第2話まで見たんだけど、うんうん、いまいちどういう風に楽しめばいいのかなっていう、あの主人公があーとかうーしか言わねえから、うん、あとお金大事分かったみたいなそういうことしか言わないから、主人公のこの男の子、主人公の男の子ゆうきくん、主人公がもうだから知能が赤ちゃんレベルに戻されたというような設定らしい。へー、それいいの？それ放送していいの？でもゲームをプレイした人たちからすると、うん、その戻される以前はこんな感じの主人公で、うん、でそれがそのゲームオーバー的な扱いになったからこうなっちゃってみたいな、だからその知能を失う前の主人公だったらもっとクソアニメだよみたいな、そういう書き込みをいくつか見たね。あのさ、あ、どうぞ、うん、だからゲームファンからすると、うん、結構出来がいいらしい。なるほどね、うん、あのさ今そのキャラクター見てんだけどさ、うんうん、ラビリスタって女の子のセリフが、親可愛らしい兄弟だね、でクレープは何にするって書いたんだけど、うんうん、もう俺いつも思うんだけどさ、うん、クレープっていつからできたものなんだろうって思ってるのと、うんうん、その全くほら世界観が違って俺らの地球とは全然違う歴史を辿ってるわけじゃん、うんうん、それでもクレープってあるんだっていうのが結構不思議でさ、だってほらモンスターとかいるんじゃん多分この世界。あ、うん、そうだね。そうなってくると多分生態系が変わってくるじゃん、うんうん、ってことは生態系が変われば食べるものも変わってくるわけで、でも小麦はあるし牛はいるんだよ、うん、鶏もいる。いやそうなんだけど、家畜化するまでに何か別のいろんな影響が出ないのかなとか、逆に言うとモンスターがいるんだったら、うん、それ以外の動物もいてもおかしくないじゃん、別の進化を辿ってるから。だからなんかね、こういう別の世界観になった時にうんうん、食べ物が同じってなんか変な感じだなっていつも思っちゃうんですよね。まあほらそこら辺は便宜上牛と呼んでるけど、牛に似た乳を出す動物がいるし、うん、鶏っていうか鳥は基本卵を産むから卵はあるし、うん、乳と卵があったら、
まあ、麦っぽい穀物があれば、うん、あとはクレープってそんなもんだよね。うん、クレープはできるよ。そっか。多分一番平らな鉄板を均等に熱するってのが一番ハードルが高いよ。うん、クレープを焼く鉄板。うん、いやだってさ、気候も違うだろうし、うんうん、ほら和食とインド料理でも全然違うじゃん、考え方とか作り方とか。そういうクレープを作れる気候があるんだよ。うん、あと俺がそのツッコミでよく聞くのは、うん、あの異国人でも同じ言葉喋るってのよくツッコミは聞くわ。それはもうこの世界の人だから知らんよ。ほら、うん、海を渡った世界でも言葉が同じって。ちゃんと勉強してんじゃない？いや俺は、まあ、俺個人の中で一つの答えを持ってて、俺は、うん、バベルの塔を作らなかった世界なんだよ。なるほどね。そうだから人はみんな同じ言語話すんだよ。なるほど。話全然関係ねえな。まあ、プリコネはちょっと個人的には合わなかったなと思うけど、ソシャゲのファンからすると割といいらしいという。うーん、なるほどね。じゃあ次、蜂なんてそれはないでしょう。ほう、これもあのね、原作は面白いらしい。原作何？原作はあのナロー系の小説だったと思う。でコミカライズもされてる。うん、そっちは面白いらしい。でそっちは面白いって言ったからにはアニメはどうなのかっていうと、うん、うん、俺はアニメ版しか知らないから、うん、まず原作とかコミックのファンからすると、うん、ちゃんとしてて面白くて、アニメ版は説明不足なところが目に余ると、うん、でなんでつまらない感じにアニメ化されちゃったんだろうっていう嘆きを聞いた。うん、で確かにアニメだけ見ると、うん、蜂なんてそれはないでしょうってタイトルの通り、主人公が異世界転生します、うん、で主人公は地方の貧乏貴族の蜂なんに転生します、うん、で貧乏貴族の蜂なんだから、お兄ちゃんたちが大、うん、あの貴族の位を継ぐとさ、うん、土地とかお金とかは全部後継いだお兄ちゃんが持ってっちゃって、うん、でそれ以下の兄弟たちってのは、うん、まあ、ちょっともう貴族の名前を剥奪されて地方に散っとけよみたいな感じの、うん、デベラ勝手に生きてけって感じの扱いになっちゃうよと、うん、で8男、主人公が8番目、うん、で長男はこの度結婚します、うん、でも長男がもしも事故とか病気で死んじゃったら後釜が必要でしょ、うんうん、ってわけで次男はちょっと近隣のちょっと位が下がるけど、うん、まあ、そこそこいい お家のお嬢さんと結婚します、次男は、うん、って感じで長男がまあ基本的に遺産全部持ってく、うん、でピンチヒッターで次男がまあそこそこ1位につくと、うん、で3,4,5,6,7は、うん、もう結構成長してていい年だから自立しろと、うん、で8男の主人公はまだちっちゃい幼い男の子だから、うん、まだ自立しなくていいけど、うん、まあお前も将来はこの後継ぎなんかなれないから将来は自立しろよと言われてるというね、うん、でしかも貧乏貴族だから貴族とは名ばかりですごい貧乏暮らしをさせられると、うん、いう話で、まあ、この展開だとさ、うん、まあ、将来的にお家騒動になったり、うん、何長男次男よりも実は八男が優秀で、うん、みたいな話に持っていくのかなと俺は思った、うん、思ったら、うん、なんと主人公にはとてつもない魔法の才能があって、うん、である時家の近くの森の中で天才的な魔法使いに出会って、うん、魔法使いに教えを請うて、ん、すごい魔法を身につけ回したと、うん、はい、それから10年後僕は冒険者になりますって旅立つの、うん、あれ第1話の時点でさ、うん、3男から7男まで全員屋敷からいなくなっちゃってさ、うん、でまあ長男次男あと8男がいてお家騒動かなと思ったら急に10年後で、うん、で10年後の時に僕は冒険者になりますだから、うん、それ八なんて設定いるの？つうか地方の貧乏貴族って設定からしていらなくない？それもう異世界に生まれたさ、あの貧乏一家の跡取りでも同じ話じゃん。てかこれ異世界転生する意味あんの？ない。
なんか食品会社の商社に勤めるサラリーマンがなったらしいんだけど、その食品会社に関するやつはあんの？ない。へー。でしかも、うん、食品会社に勤めるサラリーマンってもう大人じゃん、うん、で大人のノウハウを持ってるはずなんだけど、ガキに転生したら言動が全部ガキになるから、うん、え、僕そんなこと知らないよとか言い出しちゃってガキになるから、うん、なんか異世界転生じゃなくてもいいんじゃない？うん、でも異世界転生じゃないと売れないから。へー。だ多分原作でそこら辺で一悶着っていうか1エピソードなんか挟んだりもしたのかな。うん、もう原作は元は知らんから分からないけど、うん、本当これ異世界転生である必要がアニメ見た限りだとよく分からん。もしかしたら原作だとあるのかもね、うん、でだとしたらそこが見どころだと思うんだけど、そこら辺が何もなくて、うん、いきなり冒険者になりやすって言い出して、うん、ちょっとタイトルはね、あの第1話で8話に転生しちゃった、それはないでしょうっていうセリフだけで、うん、でも1話でタイトル回収して、あとはただのファンタジーみたいな。なるほどね。へえ。ただ主題歌がね、うん、あのデーモン閣下なんだよ。へえ。あのアリプロジェクトの人と、うん、女の人一人と、うん、デーモン閣下が二人で歌う主題歌で、うん、主題歌だけ聞いて、なんで主題歌ここでこんな力入れてんのって思っちゃったよ。へー、あ、これアリプロジェクトの人なんだ。そう、アリプロの女の人。なんか最近アリプロジェクトってそこまで聞かなかったから。あー、うん、アリプロジェクトも 何人いるかどんな人いるか俺は知らん。てか何人でやってんのあれ。わからん。でもアリプロジェクトなんとかっていう名前で、うん、デーモン閣下プラスアリプロジェクトなんちゃらみたいな名前でやってるから。へえ。てかアリプロジェクトって思ったよりもすごい長い時間期間やってんのね。そうだね、もう10何15、6年以上、もっと前か。いや、そもそもなんか最初に始まったのってもう80年代らしい。85年らしい。85年にアリプロジェクトっていう、うん、もうあのアリの字は、うん、あの虫のアリとして活動を開始してって書いてあるから、いくつあの人たちメンバーの入れ替えとかあったのかな。え、わからないですね。富の宝の富のアリかデムかが、すげえな、1200円プラス税。まあ主題歌は、うん、割とあの面白いなと思った。へえ、なるほどね。そうだ、主題歌がこんだけ近いでから本編どうかなと思って、うん、2話目まで見てるけど今んとこ、うーん。まあじゃあ第3話目以降に期待ということで。そうだね、うん、じゃあ次、隠し事。隠し事、はい。これあの CM が良くて、うん、お父さんが娘に隠し事をしてて、これあれでしょ、あの組めた工事のやつ。そう、組めた工事で、うん、あのそう勝手に改造とか、うん、あの絶望先生の人だね、うん、南国アイスホッケー部とかね。なんでそこ持ってくのかわかんないけど、太陽の戦士ポカポカとか流行る前のね。まあまあ久米田先生らしい、うん、でも久米田先生の作画をまんま生かしてアニメ化してて、うん、で作風もあのほら絶望先生でちゃんと気づいた作風を踏襲してて、うん、絵とかその描写で、うん、すごいあのなんだろう、デフォルメされてるんだけど、うん、その描写がしっかりしてるっていうところかな。うーん、ただね、気になるのが、うん、アニメまだ1話しか見ていないんだけど、うん、1話目の本編の一番最初に、うん、まあ、お父さんが漫画家で、漫画家であるということを娘に隠していて、うん、で娘が高校生になって、うん、で高校生のシーンから始まるの。でお父さんは出てこないの、うん、でお父さんの職場っぽいとこに行って、うん、でお父さんの隠し事は隠し事でしたっていうセリフから始まるの、うん、まあそこでお父さんが漫画家ってことを知る感じ、うん、で急に話が過去に戻って、うん、多分その娘が小学生ぐらいの話に戻るの、うん、でお父さんが漫画家でちょっと下ネタが激しい漫画を描いてて、うん、昔のまあ久米田浩二だでしょこれ。まあ久米田の自分の昔のあれなんだろうね、うん、で娘ができて、うん、娘にそんなことを知られたら恥ずかしいじゃないかと。だって全力で娘にはこれを隠すという。だってあの多分だけど、うん、勝手に改造後期、うんうん、の後期から
その絶望先生とかから入った人から見ても、うん、初期の久米田浩二の作品はやばいよ。方向性が全然違うんだよね。そう、この人の知ってる人からすると、あ、久米田これ自分のことじゃねえかっていう、うん、楽しみ方がある。え、だって多分、絶望先生とかが見てる人って、下ネタっていうイメージではないでしょ。下ネタも入るけど、うん、ちょっとしたもので、うんうん、だって、初期のこの人の下ネタ、えぐかったよ、もう。うん。あ、なんかね、妙に生々しい下ネタが多かったんだよね、この人の。うん、うん、うん。で、作中で、主人公の書いてる漫画のカットがちらっと入るんだけど、そこも自分で書いてるよ、久米田が。へー。久米田先生が。久米田が。金玉なんとかみたいな感じで金玉をブルブルブルって金玉が残像して、うん、でそれを見てた悪者がうわ頭がクラクラする、うん、っていうようなそういうヒーローの話を書いたりしてる。南国の海藻警部そういう漫画だったからね。、うん、もっとひどかったと思うけどね。、うん、でまあそういう話でね、うん、まあ娘あでここはなんかね、うんまあ、主人公がお父さんで、うん、娘がいて、うん、で奥さんがね多分亡くなってる話なんだよね、うん、で男で一つで娘を育ててますと、うん、で娘はお父さんが何の仕事してるかよく分かんないけどお父さんは仕事してるよって、うん、でお父さんは朝スーツを着て出かけてるよと、うん、っていう感じでなんかまあ日常系もうギャグ要素強め、うんで多分結構いい話系で締めくくるんだろうなっていうのが見て取れるな。おお。まだそこのまあ組めたってまあ言っちゃえばもう漫画が長いから。ものすごいもう大ベテランになっちゃったよね。うん、そう。まあどういう風に締めるのかなというのは若干楽しみでもある。うん。まあ、アニメでそこまでやってくれるとは思わないけど。うん。まあ、結構触りだけやって、まあ、続きはコミック買ってねぐらいの反則アニメだと思う。まあ、ただ。面白い、うん、っていう感じかな。久米田先生の漫画面白いですからね。まあそうだね、久米田先生のお話は好きですよ、うん、あとね普通にこの人いい漫画 もう書きましたからね。育ってダーリンとかね。育ってダーリンは本人がすごく話すと嫌がるんですよね。ちょこちょこ古いネタを持ってくるのかな。割と結構久米田先生の漫画読んでたからね。マジか。全然自分の年代じゃないやつも、うんうん、割とその遡って買ったりして読んでたから。マジか。うん、普通勝手に改造の途中からしか知らないよね、普通は。うん。なんかね、アイスホッケー部とか読んだらえぐくて面白かった。アイスホッケー部をなんかサンデーがなんかの広告にちらほら見た気がするけど。うん、いや、ひどいよ。うん、と、まあ、という感じで。うん。はい、じゃあ次。新桜大戦。新桜祭典、これは新しいゲームのやつで、そうそう新しいゲームのやつで、うんまあ、一応10年以上前だよな、うん、前作の桜祭典、いやいや もっともっと前だよ。、うん、そうしとると時間の進みがあれだからあれなんだけど、だってあれ、まあ、95年あたりでしょ。まあセガサターンでゲーム化したやつ、そっからシリーズ展開で4作ぐらい出たのかな。25年ぐらい前じゃない。でそっからアニメ化もした桜大戦があったよね。うん、まあ、一応同じ世界線の、うんまあ、作中何年後みたいな話みたい。うーん、ちなみに自分は元の桜大戦は主題歌ぐらいしか知らん、うん、劇亭と三旗のもとへだったっけ、うん、の歌は知ってる、うん、本編はよく知らない、うん、っていう状況で、まあ、新桜大戦を見てみましたと。うん、劇亭の歌ってわかるよね。うん、あ、わかるわかる。タタタタタタ、そう、それ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 、ダダーンと同じ BGM でオープニングが始まるの。うん、ただメロディーが全然違うの。あ、それね、聞いた新しいやつ。イントロだけ一緒なんだよね。そう、イントロ同じ、イントロだけ同じ台で、サビの入りも同じ、サビの入りとか、うん、あと、まあ、曲の雰囲気もね結構似てるんだけど、そうなんかね微妙に違うっていうので、なんかね、うん、パチソンまあ、よくあるじゃん、ほら、バラエティとかさ、そういうのでさ、うんうん、その、バラエティとかアニメとかで、うんうん、その、パロディーシーンをやるときに、それっぽい音楽を流す。ああ、でもよくここまで編曲できたなと思うよ。うん、あと、サビの入りが好きで、うん、走れ、走れって入るんだよ。うん、
ああ、なるほど、こういう、あれか、みたいな。うん。まあ、歌は、だから、主題歌すごいいいなと思えた。うん。だから、新しい桜さんの声は、桜彩音さんがやってるんでしょ？そう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 。桜彩音さん。うん。そうだね、声優もなんか一回チェックしたけど忘れちゃったけど、まあ。で、まあ、多分、これもやっぱネット上で感想みたいな話なんだけど、うん、旧作の雰囲気に寄せてきてるみたいな。まあ、旧作を知らんから分からんけど、うん、だと、俺ずっと歌劇団っていうさ、うん、まあ、宝塚みたいな感じの女の子たちがロボットに乗って戦う話ぐらいしか思ってなかったの。うん、ただ、戦う相手ってファンタジーな相手なんだね。うん、ああ。異世界から羽の入った悪魔っぽいやつがブワー出てきて、うん、で、まあ、町民がうわーって逃げ惑うところをロボットで出撃して、うん、で、これが歌劇団ですって歌劇団がロボットでダーンってバッタバッタ倒しまくるという、ね、うんうん、で、ロボットの、俺ずっとそのロボットが日本刀みたいな刀を振るうものだと思ってたんだけど、うん、超能力的なものを使うやつもいるんだよね。うん。ちょっと桜大戦の元を知らなかったから、いろいろ衝撃的だった。うん。なんだろう、ただやっぱ前作を知らないから本当の意味では楽しめなかったのかなとは俺は思う。うん、まあ、一応ここからしばらくは見てみてどうなのかなと。うんうん、であとは、まあ、全然違うんだろうけど、うん、初めてマクロスを見た感じの雰囲気と似てる。っていうと、ま、ね、マクロスシリーズっていっぱいあったでしょ。うん、で俺フロンティアから入ったの。うん、で、ほら過去にこういう歌姫がいて歌の力でなんちゃらかんちゃらのあたりは全然よくわかんない、うん、ただ同じような感じで歌の力でっていうのがマクロスフロンティアだったの、うん、で桜大戦も過去にこういう歌劇団がおって、うん、なんちゃらかんちゃら同じような歌劇団が、うん、っていう感じかなって思ってる。お、ね、ちなみにこの桜大戦の世界の大正時代は、うん、大きい正しいじゃなくて太い正しいなんですよね。そうなんだ。うん、だからちょっとね微妙に違うんですよ。あと世界観もスチームパンクには感じだよね。スチームパンクだね。うん、俺はスチームパンクは嫌いじゃないから、うん、ちょっと見てみようかなとは思ってる。とね、ちなみに桜大戦一作目のやつ、うんうん、作目の桜大戦は一応1923年という設定なんですけど、1923年はウォルト・ディズニー・カンパニーが設立した年です。なるほどね、うん、知らねえし、うん、あとヒトラーのミュンヘン一揆とかありましたね。はい、そういう時代なんですよね。はい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 。まあだからなんだって話じゃないですけど。今見たけどあれだね、新桜大戦は1940年の時代お話したんですね。やっぱ12年後ぐらいか。なんかちょっと気になるのは、うん、いや、原作ゲームも知らないし、この後これがシリーズ化するのか分かんないけど、うんうん、多分シリーズ化したら、うん、1940年でしょ、うん、まあ多分あれ避けられないことが出てくると思うんだけどね。はいはいはい。次の年にね。うんうん。うん。やらかすじゃん。うん、どう描くのかなーってちょっと、思うんですけど。あ、ごめん。今見たら、うん、この世界の大正天皇超長生きっぽいわ。そういう違いも出てるんだ。ね、1940年ですね、うん、大正29年。ちょっと待って、時代背景がそこら辺がちょっとパッと計算できないんだけど。で、41年に、うん、が大正30年ってことになってるらしくて。うんうん。へぇー。ってことは、うん、この世界線だと、うん、やらかさない恐れがある、うん、なるほどね、うん、なるほど、わかりました。じゃあ次行きましょうか。あ、そっか、大正はあれか、26年で終わってるのか。うん、大正天皇結構あんまり天皇には向いてなかったみたいな。お、割となんか庶民的な天皇だったらしいですね。うん、15年か大正は、うん、なるほどね。でそれが長引いた世界線ね。うん、まあ、それだからスチームパンクがあれなんだね。うん、わ、うん、かりました。じゃあ次行きましょう、はい、ハクション大魔王2020。これどうなの、うん、ちょっと気になってたんだけど。
これね、元のハクション大魔王をろくに知らないんだけど、うん、1話目は俺面白いと思った。というのも、うん、かっちゃんっていう男の子がハクション大魔王に出てきて、かんちゃんじゃなくて、あ、かんちゃんだ、かんちゃん、うん、かっちゃんじゃない、かんちゃん。あ、ちなみに僕、最初のハクション大魔王は、もちろん再放送ですけど、うん、小さい頃よく見てて大好きなんですよ。まあ、かんちゃんってのがいて、うん、で、かんちゃんは、あれしたい、これしたいと。うん。で、まあ、大魔王の魔法とかね、うん、なんかちょっとドタバタコメディ的な感じ。アラビン、ドビン、ハゲチャビンって言って。そうそう、それそれ。うん、で、で、最終回で大魔王とかアクビンとかはみんな魔法の世界に帰っちゃったでしょ。うん、帰っちゃいましたね。で、そっから50年後の話。ほう。かんちゃんに孫ができてますと。うん。かんちゃんの名前って、かんいち?かん太郎?なんだっけ?忘れた、かんちゃん。あ、かんなんとかって名前で。うん。で、かんちゃんの孫もかんなんちゃらって名前なわけよ。うん。で、魔法世界と人間界では時間の進むスピードが違くて、うん。ハクション大魔王が大魔王になって、うん。で、次期女王はアクビンにしますと。うん。で、そのためにはアクビンは人間界に行って修行しなさいと。うん。でわけで、アクビンは人間界に行きなさい。で、そこにはカンちゃんの孫がいるからと。うん。って感じでアクビンが人間界にやってきましたというお話。うん、へぇ、まあ、ちなみに、カンちゃんの孫もアクビするか、あ、アクビじゃねえ、うん、くしゃみもするから大魔王も一緒に来るんだけど。うん。うん、で、そこで、昔のカンちゃんは、うん。夢がたくさんあったと。うん。だから、カンちゃんの孫のカンちゃんも、うん、魔法で何でも願いを叶えてあげますよって言われても、うん、やっぱそこ現代っ子なんだよね。うん。なんかしたいって言ったらゲームがあるし、スマホがあるし、うん。いや、魔法なんかしなくてもスマホがあればできるじゃんって。うん。で、鉄道の模型が好きなの。うん。あ、ってことは将来は電車の運転手さんになりたいですねって言われるでも、うん。いや、運転手になりたいんじゃなくて、うん、電車、というものが単純に好きで、模型とか眺めてるのが好きなんだ。うん、運転手になりたいなんて、みじも思わないし、うん。じゃあ漫画をたくさん読ませてあげるって、漫画の本バババーって用意するんだけど、うん、いや、スマホに入ってるし。漫画村もあるしね。うん、で、じゃあ公園に行って遊びましょうっつって、空飛ぶ絨毯に乗せて、公園に連れてくの。うんうんで、サッカーしましょうって大魔王がサッカーボール取り出すんだけど、うん、その公園は、ボール遊び禁止の公園。へえ、あるね。とか最近どこもそればっかだね。で、うん、で、カンちゃんの孫も、いや、それやっちゃダメでしょってすぐドライなの。うん。たら、たまたまその公園の近くを、うん、よそのガキが、子供が通りかかって、うん。で、皆さん一緒にサッカーしましょうって大魔王声かけんの。うん。たら、その子供が、うん。ランドセルにさ、ほら、アラームついてるじゃん。ああ。うん。アラームビーン鳴らして、変なおじちゃんが声かけてきたってアラーム、うん。しかも、上半身ほぼ裸だしね、あの人ね。そう、で、大魔王警察に連れてかれちゃうからね。うん。で、アクビンがそれちゃんの迎えに行って、うん、いや、これは私のお父さんで、うん、そういう悪い気持ちがなくて遊びたかっただけなんですって、弁明するんだけど、うん、いや、こういうご時世だから、そういうのはちょっとね、うん、って警察に怒られちゃったり。うん。っていうのがあって、50年前の日本と、今の日本の違い、うん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 、をちょっと皮肉る感じの内容なんだよ、ね。で、子供たちも昔ほど、外出て遊ぶぜとか、うん、あれが欲しい、これが欲しい、子供たちも言わなくなってんの。うん、っていう、まあ、ほんと大人向けのメッセージなんだよね。へで、確かにそれを見て、うん、多分お父さんお母さん世代って、多分アクション大魔王を見てた人たちの子供の世代がさらにその子供を作ってるから、うん、お父さんお母さんたちからしても、うんちょっと人によってはいまいちピンとこない内容なのかなって。多分、だっておじいちゃんおばあちゃんの世代でしょ、もう。そうそう、多分もう。だからもう、かんちゃんがおじいちゃんになっちゃってんだから。まあそうだね。うん。多分ほんとおじいちゃんおばあちゃんからすると、あ、昔見たハクション大魔王見てみよう。あ、確かに今の子はこうよね、みたいな。うん。そういう話があって、そういう背景を理解した上で見ると。うん。ああ、確かにっていう、ほんと現代を皮肉るだけの話になっちゃって。あのさ、僕はその元のハクション大も、うん、まあ再放送ですごく見てて好きなんだけど、うんうん、あのさ、気になるのはブルコーとかまだいるどうなってブルコーがわからん。犬、ブルドッグの犬。は、出てきてないな。あ、そう、いつもハクション大魔王に噛みついてたブルコーっていう。ああ、それは出てきてない、まだ。僕ね、元のやつで好きな話がね、うん、あのね、ブルコーと、ハクション大魔王がテレビ見ながら一生懸命そのね、うん、野球拳をする
シーンがあって、なんでそういうことしてるのかよくわかんないんだけど、そのシーンのね、ハクションダイヤモンドブルコーカー、えらく可愛くてね、なんか、ね、すごい好きだったんだよね。ああ、ブルコーカー、この犬ね。犬です、うん。うんうんうん。ちなみにハクションダイヤモンドは未だにハンバーグが好きなの？あ、そう、未だに好き。ああ。未だに好きで、うん。魔法の絨毯で空飛んでて、お腹空きましたねって言うと、うん、うわ、ハンバーグが回ってるって言って、うん、あれファミレスねって。うん。って言ってファミレスでハンバーグ食べてる。へえ。っていうシーンもあったな。お鍋に、いっぱい油を敷いて、その中にハンバーグをポチャンって落として作るシーンってある。それはないな。あのね、いやもう、ハクション大魔王で、必ず語り草になるんだけど、うん、ハクション大魔王が最初の頃に、うん、いやもう、ハンバーグが好きって設定なのよ、うんうん。で、ハンバーグ作るシーンがあるんだけど、うんうん、なぜかそのフライパンに薄く油を敷いてそこで焼くんじゃなくて、うん、お鍋に油をいっぱい入れて、うん、なんかね、ぼちゃんとそこになんか落とすのよ。丸揚げにする感じ。そう、まあ、揚げてるの、うん、明らかに。はー、え、何これって思うじゃん、うんうん、え、だから煮込みハンバーグなのかなって思うじゃん、うんうん、じゃなくてね、これどうも、うん、そのハクション大魔王の好きな食べ物って最初コロッケだった予定らしいの。ほうほうほう。でコロッケだったんだけど、その当時60年代当時、うんうん、今時の子供はコロッケなんかで喜びませんよってことで、うんうん、であとなんかそのマルシンハンバーグがスポンサーに入ってたこともあって、おうおう、それで、ハンバーグってことに急遽設定が変更になったらしいのね。へー。だから、初期の話ではね。うんうん。油で揚げてハンバーグを作ってんの。確かにこれ今画像検索したけど、コロッケって言われた方がわかるな。てかほら、まあ、ほら、ハンバーグとコロッケなんてさ、ほら、アニメで描かれちゃうとさ、うんうん、まあ、同じようなもんじゃん。うんうんうん。うんうん、あ、そうなんだ。未だにハンバーグ好きなんだね。そう、それは出てきたな。あのね、ハクション大魔王の食べるハンバーグってすごく美味しそうで、うんうん、なんかね、お皿に一枚ポンって乗ってんじゃなくて、うん、あのね、お皿に山盛りにするんだよね、この人ね。ああ、そうだね。山盛りにしたのをひょい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 口の中に入れるのがすげえ美味しそうで、あのね、あのハンバーグを一度食べてみたかったんだよね、昔ね。うん、口の中にひょいひょい投げ込めるタイプのハンバーグを。うん、いやー、ハクション大魔王懐かしいですね。すーごい好きです。まあ、いや。あ、ただ、アクビンはやっぱり昔の方が可愛いな。あ、そうなの？アクビンがね、うん。アクビンの声が、諸星すみれになってるから。諸星すみれって誰？アイカツの星宮一護。どっちが声優さんの名前？諸星すみれ。諸星、なんかさ、みんなほら、名前が可愛いからさ、なんか、どっちがどっちのアニメキャラなのか、うん、星宮一護と諸星すみれ、どっちがモデラー、うんうん、星宮一護ってキャラをやってるのが諸星すみれ。っていうかさ、うん、ハクション大魔王のデザインもちょっとなんかスッキリしてる感じだな。うん、なんかね、タツノコプロの、うんうん、昔のタツノコプロのさ、アニメってさ、うん、キャラデザが完成してるから、なんかいじりづらい気がするんだよね。そうだね。うん、多分これ、新しいデザインも相当悩んで作ったんだと思うな。ひげおとなしくして、なんか変なチョッキみたいなの着せて、うん、昔よりもシュッとしたね、多少。うん。つか、まあ、昔のこのデザイン書き直せって言われても無理ゲーやん。昔のだとね、まあ、完全に半裸だからね。まあね。うん、一応直帰っていうかベストみたいなのを羽織らせてる。うん。あと声が山ちゃんなんだね。ああ、まあ、まあ、大平さんが亡くなっちゃったからね。うん。うん、であとあれか、かんちゃんの鼻が赤かったのが普通になったのか。なるほど。まあ、ただ1話目は俺は面白かった。うん。2話目がね、うん。2話目がプータってアクビの弟はいる。いや、これ知らない。あ、じゃあ、新キャラなのかな。こんな子知らない。うん、まあ、プータって弟がいて、うん、魔法の世界だと結構等身高い、もう成長しきった青年だったけど、人間界に来ると赤ちゃんの見た目になっちゃって。うん、で、ちょっと主人公のこと気に食わねえから、赤ちゃんになっちゃったふりして困らせてやるって、なんか、迷惑な魔法を使うと。うん、
で赤ちゃんだから分かんないおにゃおにゃって泣くっていう、うん、あのプライドも減ったくれもねえなんか迷惑のかけ方をしてきて、うーん、でもなんかその辺がさ昔のタツノコプロっぽくていいね、うん、なんか最近こういうキャラいなくない？まあ最近いないね。なんか昔のさ、うん、ほらあのほらうるせえやつらのテンちゃんだったっけかな、うん、ほらあのラムちゃんの弟だっけいとこだっけあの、ああ、うん、テンちゃんいたね、うん、テンちゃんもなんかこういうさ主人公に対してさ悪意を持ってるちびっこキャラってさ、うん、なんか最近そんなに聞かないなと思って。ヘイトを稼ぐからね。うん、まあそんな感じの、昔は定番だったじゃんこういう人。そうそう、うん、ただそういう、そういうヘイトを稼ぐ嫌なクソガキならいいんだけど、うん、あの魔法の世界だとすげえ等身の高いイケメンなんだよ、うん、でそこいらなかったなって思う。ああ、ちょっとなんかうざいクソガキでいればよかったのに、うん、まあ、あの魔法世界だといやお姉さん何言ってんですか僕はもうそこそこ成長してるんですからみたいな、そういう気ざったいイケメンなわけよ。え、ちょっと待って、あくびちゃんはじゃあ魔法の世界では等身高いの？あくびちゃん。等身高いお姉ちゃんだよ。美人だよ。え、じゃあハクション大魔王は？ハクション大魔王もなんかスラッとしたイケメンの王様だよ。え、それ嘘でしょ？だから俺ほんとそれ魔法世界のそれいらないと思うの。え、それ妄想でしょ、そんなの。いや、で、魔法世界でスラッとしたあくびが、うん。あの、わあ、人間界に来るとやっぱりこうなのね、みたいなこと言ったり。そんな設定あったっけ、昔。昔は俺よく知らん。へえ。あれかな、あのハクション大魔王さ、うん、あのドラマ版でジャニーズの人が演じたから。どうなんだろう。この間なんか何年か前に、うん、なんかジャニーズの人がハクション大魔王やりてええー、ってなって、うんうん、そういうドラマ版あったけど、そういうことかな。あくびも絶対昔の方がいいじゃんね、これね。調べれば調べるほどあくびの方がいい、あくび昔の方がいいやんって思っちゃうな。うーん、あのドラマ版だと村上信五さんってあの関ジャニの人がやってたみたいで、はいはいはい、うん、マジかよって思ったけどね。まあ、ちょっとここのハクション大魔王はちょっと好みが分かれんのかなって。昔作品が好きな人からすると面白いかもしれん。うん、あとは子供向けっつったら小学校の低学年未満、うん、本当あの幼稚園とか1年生2年生ぐらいまでにしか向かないなと思った、うん、はいはい、うん、まあでも僕もねそういう意味でそのちっちゃい頃好きでしたからね。そう、うんうん、まあ、単純にハクション大魔王が変なことするのは非常に面白いですいつ見ても。うん、分かりました。じゃあ次行きましょう。かぐや様は小倉スタイ2期。はい、ちょっとこっから巻いていくけど、うん、あのかぐや様は小倉スタイの話は知ってる？いえ、存じ上げません。なんか小倉スタイね、かぐや様っていうお金持ちのご令嬢がいて、うん、で高校入ったらもう生徒会長間違いなしみたいな、はい、すごい冷徹なお金持ちの美人の女がおりましたとさ、うん、ただ生徒会長にはちょっとね、あの目つきの悪い男が生徒会長になっちゃったの、うん、でその男っていうのはかぐやとは真逆、あのお金持ちのご令嬢のかぐやとは真逆の貧乏人、うんうん、でただその貧乏人でももう学費すらないの、うん、ただあの優秀な成績を収めれば優待特待生になって学費無料になる、うん、っていう理由でこの学校に進学して、うん、すごい勉強頑張ってそれが認められて生徒会長になったという男、うん、でもう1年生の時から生徒会に入ってて、うん、でかぐやもその男の主人公も生徒会に入ってたと、うん、で最初はお互いすごいつっけんどんな雰囲気、うん、もうかぐやは金持ちの令嬢だから、うん、何下々の者が私に口を聞くなんてみたいなすごい冷徹な女、うんうん、で男の方もすごい努力して勉強入って、うん、学費免除の特待生になったからってプライドの高さもちょっとあったの、うん、でも生徒会で一緒に仕事をしていくうちになんかだんだんお互い好きになっちゃったの。あー、よくあるやつだ。うん、うん、でまあそこまではいいんだけど、うん、あの2人ともプライドが高くて、うん、もしもあの好きです付き合ってくださいって言ったら、うん、その主導権を相手が握ることになっちゃうわけよ。はい、惚れた弱みっていうの、うん、まあお互い惚れ合ってるんだけど、うん、もうお互い惚れ合ってるの半ば若干確信してるんだけど、うん、自分から告白するとそれは負けみたいになっちゃって、うん、でも
最初はちょっとお互いちょっといいかなだけど、うん、ちょっと相手から告白させよっかなみたいなことやってたら、うんうん、なんとしても相手から告白させたいという、うん、もう告白したら負けみたいな、うん、ね、いう感じになっちゃったという、うん、って感じで頭脳戦、2人ともすごい頭いいから、うん、頭脳戦を繰り広げんの。へー、まあ、これもすごいギャグ調でね、うん、例えば、まあ、ある生徒会の初期の女の子がいて、で初期の女の子はちょっとバカっぽい子なんだけど、うん、なんだろう、誕生日をスマホのアプリで誕生日入れると運勢占えるアプリがあるんですよって言います。でかぐやって女はその初期の女と仲いいから、うん、じゃあ私の誕生日でやってみましょうと、うん、で実はその3日後、うん、その日の3日後が会長の男の誕生日だったの、うん、でそのことを実は1年前かなんかの会話で、うん、女は男の誕生日のことを知ったわけよ。ほう。ただ1年前なわけよ、うん、で1年前に聞いた誕生日のことを覚えてるってなると、うん、それじゃまるで私があのあいつのことを好きみたいじゃないと。おだからこのアプリ、誕生日入れて運勢が出てくるアプリを使って、うん、いやあなたの誕生日なんか忘れてましたよな体で生徒会長の誕生日を聞きなそう、うん、みたいなことを思うわけよ、うん、でそのためにはいきなり生徒会長に誕生日聞いても怪しいじゃん、うん、じゃあ他の生徒会の人にちょっと、ね、誕生日はいつって聞いて、うん、じゃあ次会長誕生日はいつなのって聞きに行くわけよ、うん、ただ生徒会長の男は、うん、そんな占いなんかくだらないから俺は好きじゃないって断るの。うん、でその時 の, その心理描写っていうの、うん、女の方も占いなんてね、うん、もう誰にまで当てはまるようなクソみたいなことを書いてるだけのなんとか効果を使っただけに過ぎない子供の遊びって内心思ってるの、うん、で生徒会長誕生日やって聞いたらそのまさに思ってるセリフと同じことを生徒会長が言うわけよ、うん、まあ2人とも息ぴったりなんだけど、うん、そのせいで、うん、生徒会長の誕生日を聞き出せない。うんで、まあ、だからほら、生徒会長のまあ、誕生日は知ってるんだよ。うん。知ってるけど、なんか、誕生日覚えてましたって言うと、まるで好きみたいだから恥ずかしくてできないよっていう。うん。ただ、生徒会長の方は、うん。実はそのアプリをすでに試したことがあって、うん。なんなら、その女と自分の相性占いまでやったことがあるの。うん。ただ恋愛運 50% で微妙な数字で、うん、ちょっとそれ周りにそれを茶化されたらそれはそれで恥ずかしくてプライドが許さないから、うん、俺の誕生日は言わねえよみたいな、うん、隠し方をする。変なの。まあ なんだろうね、なんか なんだろうね、それだけ聞くと、うん、なんか可愛い連中だね。うん、だほんとそんな感じ。なんか割と、うん、そういうことってあるじゃん。なんとなく聞いてて、うん、だんだんなんか、なんだろう、いいねって思え。うん、まあ、あとはまあ、今いろいろ思い出せないけど、そういう細かい行き違いとか、なんか読み合って、うん、明らかお互い好き合ってるんだけど、いや、これをやったら負けだ、みたいな。あ、なんかさ、うん、ほら、ここ最近ほら、割とほら、さ、死んで生き返ったらモテモテになってるみたいなのが割とよく聞くからさ、うんうん、なんかそういう風にちゃんとそういう二人がそういうお互いに惹かれ合ってて、うんうん、その攻防戦みたいなのをやってるっていうのは結構好感持てますね。そうそう。うん、ただね、これ第2期なんだけど、うん、もう第1期すでに同じことを12話散々やってるの。ああ。で第2期第1話っつっても、うん、実質第13話ぐらいの感じで、うん、なんかいや同じの 2,3 年前見たよ、うん、っていう感じがしちゃってね、割と出落ちな感じが強いなと。だからまあで、しかも第1期の時って最終回に結構いい終わり方をしたわけなんだよ、うん、お互い好きって言わないけど、うん、まあ、ちょっといい思い出ができましたね、うん、みたいな、うん、もうそこで終わっても全然問題なかったのに、うん、あえてまだ続けるかと。まだ始まったばっかりだから、うん、え、待って、これ原作はもう終わってんの？まだやってる漫画で。あー、待って、なんかこういうアニメってさ、うん、
ラブヒラもそうだったけどさ、うん、あの相思相愛に本当になっちゃうと付き合っちゃうとつまんなくなっちゃうじゃん、うん、いや分かんない、ほらそれそこで以降が好きな人もいるかもだけど個人的にはこういうやつってさ、あの付き合い出すとなんかそのもうほら次に行くことがなくなるわけじゃん。あ、うんうん、うん、だからちょっと尻すぼみになってて終わっていくって感じがするんだけど、うん、まあまあまあそれも終わりを見たと終わりはこの辺かなーって見えたと思うんだけど、作中の時間も一応ね、うん、2年生の文化祭とか学園祭とか、うん、だから徐々に徐々に少しずつ少しずつ引き伸ばして時間は進んでるよね、うん、まあまあ引き伸ばしはいくらでもできると思うけど、うん、やっぱり同じ話の繰り返しになっちゃうなというのは否めない。うん、でもまあ、ね、なんか延々見てたんじゃない？あと俺実際見た上で面白いと思ったよ、うん、同じ話の繰り返しだけど、うん、第2期の1話2話見て面白いと思っちゃったよ。うん、うん、だからなんか個人的に聞いてて、うん、まあなんかラブコメ版トムとジェリーみたいなもんかなと、うん、あれって毎回同じ話だけどトムとジェリーは面白いよね、うん、毎回同じ話なのにあんだけパターンを見せてくる感じ、うん、てかあのさ、うん、ごめん全然話変わるけどさ、あの辺のその50年代までのカートゥーンの、うん、すごいあれすごくない？あのさ、ロードランナーとさ、うん、ワイリーコレクターとかさ、ミーミーって言ってさ、逃げる。うん、あれ超面白いよね。毎回違う話で見ちゃうよね。けど、面白いし、なんだろう、もう、あのさ、うんうん、どうなるか分かってんじゃん。あれもう、ワイリーコレクターがひどい目に遭うんでしょってことが分かるじゃん。でもう読めちゃう。一度追いかけた瞬間これ絶対落ちてくるやつやめや。そうそうそう。もしか動かないとかね、もうで動かなくてあれ確かめた時自分の時に落ちてくるんでしょって思うじゃん。あのさ、そうあれ天才だよね。でもね、なんか本当にね、ロードランナーとワイリーコヨーテのやつはそれ系のカートゥーンの、うん、ほとんどもう完成形だと思う。いや、うん、カートゥーンってさ、大体さ、その50年代までの短編、うんうん、いわゆる10分くらいのやつってさ、大体もう、その、うんうんうん、結構パターン化されたものが多いんだよ。ほら、その、初期の ポパイとかに関しても、まあ、ポパイを初期と言っていいのか悪いのかよくわからないけど、うんうん、ポパイもほら、毎回その、なんかあって、ピンチになって、その、オリーブ取られて、プルートに。で、最後、どこかでともなくで現れた、ほうれん草を食べて、やっつけるっていうパターンじゃん。なんだけど、あれ見てて飽きないんだよね、あれね。ね、ただ、ポパイは、やっぱ後期になってくるとだんだん飽きてくるんだけど、たださ、ロードランナーのワイリーコヨーテは飽きないんだよ、あれ。すごいと思う、俺、本当に。うん。だトムとジェリーも、ね、トムとジェリーは毎回同じ話だけど、でもそれでもやっぱね、いろんなパターンがあって、もっと深いんだよ。ロードランナーとワイリーコヨーテは、完全にほら、無駄を削ぎ落としてるじゃん。ほら、トムとジェリーの場合はたまにほら、うんうん、その犬が混ざってきたりとか、たまにそのね、外で凍えてるジェリーを助ける話でいい話があったりとか、いろいろあるんだけど、ワイリーコヨーテとロードランナーはあれしかないんだもん。そう、しかもお互い喋らないじゃん、しかも。喋らないし、よくよく考えたら、感情がよくわかんないじゃん、あいつら。でも、ワイリーコヨーテも感情ってさ、腹が減ったか、そうだね、失敗したのどっちかでしょ。で、もしかしたら、しめしめっていう、三つの感情しかないんだよ、あのキャラクター。で、ロードランナーは、もう感情なんじゃない、もうマシンじゃん、あれは。うん。あれで、あんだけ何度見ても、同じ話を何度見ても面白いから、俺ね、ある意味あれ、アニメの最高傑作じゃないかなと思ってくるんだよ。すごいよな。うん。だって、普通さ、もうちょっとなんか考えちゃうじゃん。どっかでさ、あの二人にさ、友情を持たせようとかさ、だってトムとジェリーだってそれやってんだもん。うん。なのに、あれだけで、延々と見てないどころか、もう、新しい話いらないっぽくて、同じ話を10回ぐらい見ても面白いんだよ、あれ。俺ね、あれ、下手すぎて本当に、最高傑作じゃないから、アニメのって思う。うん。すごい !20 世紀半ばにしてアニメの最高傑作作っちゃったんだよね。すごいよね。すごいよね、うん。ごめん、全然話がそれちゃった。いや、だからね、本当にね、いや、だから、かぐや様、これが恋愛版の。ね。恋愛版ロードランナーだとしたら、でもほら、まだちょっとどうかなって一瞬思ったけど、うん、やっぱ面白かったわけじゃん。
あのさ、いや本当にね、あの、ロードランナーとワイリー・コヨーテを参考にしたら、アニメはもっと、だからもっとあそこから学んだ方がいいよ、みんな。すべてのアニメが面白くなる気がするよ、あれで。うん。いや、あれをやるのが難しいんだけどね。うん。あれは天才だよ。神の修行だよ。だってさ、よくよく考えたらアニメとか物語の基本が全部詰まってるじゃん。うん、何か目的のあるやつがいて、何かするんだけど失敗するっていう。うん。で、延々と見てられる。すごい本年度、もう今年も最、アニメの最高傑作はもう、ワイリー・コヨーテとロードランナーだよ。今年もね。今年も。今年も、未来永劫。あのさ、まあ、ごめんなさい、ごめんなさい。話が15分も喋ってるからね。ごめん、次乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。これね、随分長いですね、クソタイトルだけど、今期俺一番面白いと思ってる。うん、そうそうそう。あ、そうなの？別に、こういうタイトルってさ、またこれかよみたいな微妙なパターンが多いでしょ。うん。で、なんかね、ちょっとこれほら、うん、まあ、これもやっぱ異世界転生なろう系なんだけど、まあ、ナロー系かどうかはね、まあ、異世界転生系、うん、なんだけど、これ、うん、異世界転生があまりにも多すぎるから、ちょっとなんか変わりどころ狙ってきました、みたいな、うちの一つ。なんかいろいろなプロレスラーが異世界転生しちゃいましたとかさ、うん、そう、実は本当は平和に暮らしたいですって人が異世界転生しちゃったとか。で、これは違くて、ね、うん、ある、ご令嬢の娘がおって、めちゃくちゃ性格が悪かったの。うん、これ食べたくないとか、うわ、服が汚れたでしょってメイドをどやしつける。ある時、うん、ちょっと頭をガーンと打つわけよ。頭ガーンと打つと、うん、自分の記憶じゃない記憶が頭に流れ込んでくる。で、それが自分の前世の記憶と。うん、で、前世では日本という国で、引きこもりの不女子というもので、うん、乙女ゲームというものをたくさんやってましたという記憶、うん、で、なんかの時に死んじゃったっていう記憶、うん、で、うん、はあ、なんかわけわかんねえ映像は自分の前世だと、記憶を取り戻したと、うん、ってわけで、まあ、前世の記憶を取り戻したけど、うん、今の人生の記憶もちゃんと持ってるわけよ、うん、その、まあ、まあ娘のぐらいの年の頃まで、うん、で、たらこれ、うん、あれこの世界ひょっとして、その、自分が前世でやってたゲームの世界じゃんって気づくの。で、そのゲームだと、うん、うん、まあ、メインの主人公のヒロインがおって、で、王子様みたいな人と知り合うわけよ。で、その王子様ってのは、うん、幼馴染の女の子の額に怪我をさしちゃったという負い目を持ってる。で、その幼馴染の女ってのはすげえ嫌な女で、額の傷を言い訳にその王子様を縛りつけるわけよ、うん、あなた子供の頃私の額に女の額に傷をつけたでしょう、うん、みたいな。で、うん、もってそのゲームのハッピーエンドはうん、その王子様を縛りつけた女をまあ島流しにして、うんうん、まあ、外国に送って、うん、でその王子様とメインヒロインが結婚しました、うん、みたいな話。うん、バッドエンドだと、はい、その額に傷をついてる女、うん、王子様の幼馴染がすげえ嫌がらせをしてくるから、うん、なんか王子様がなんかそれをやりすぎだってブチギレて、うん、その幼馴染を剣で切り殺すわけ、うん、で僕は人殺しの身だから君と結婚することはできないっつってヒロインを振って、うん、王子様は旅立ちましたというバッドエンド、うん、で主人公は、うん、このアニメの主人公ね、うん、アニメの主人公は額に傷を負った女なわけよ、うん、でその王子様ってのもそのたまたまその、うん、主人公が王女様で額を打って記憶を取り戻した出来事ってのが、うん、その王子様幼少の王子様の不注意によって転んで額を打ち続けちゃったわけよ、うん、というわけでその王子様は、うん、その女の額に傷をつけちゃったことを、うん、若干すごい引け目に思ってるわけ、うん、だから将来僕が妃、に迎えますみたいな口約束もしちゃってるの、うん、っていうところで主人公が前世の記憶を取り戻してこれゲームと一緒だと思ったんだけど、
このまま行くとさ、うん、自分島流しの刑に遭うか、うん、嫌な女だってその王子様に切り殺されちゃうわけよ。うん、うん、っていうお話。確かに。そうで、まあ、これは面白そうだね。シミュレーションゲームだから、うん、マルチエンディングを撮ってて、で他にもその主人公の女っていうのは別のイケメンたちと出会うわけよ。で、うん、そのうちのイケメンのうちの一人が、うん、その嫌な性格の女の義理の弟、うん、でその義理の弟っていうのは、うん、その嫌な女に、まあ、幼少の頃に義理の弟として迎えられて、で本当の弟でもないくせにもらわれてきた子供をつってすげえいじめられると。で弟は引きこもりになっちゃう。ただ成長すると弟めっちゃイケメンになるから、あの子供の頃 の, その引き取られた時点で両親がもういないわけよ。で両親がいなかった寂しさを埋め合わせるように女遊びをしまくる。ただ主人公のヒロインと会うことで本当の愛を知ると。でやっぱりその過程でその額に傷を持った嫌な女は島流しに遭うか切り殺されるかのエンディングになるわけよ。そもそもそのゲームなんか嫌だな。うん、であと他にもイケメンがいて、うん、やっぱり切り殺されるか島流しに遭うわけよ。どうやっても切り殺されるか、切り殺されるか島流しに遭うか。どのあのヒロインがどのイケメンとくっついてもそうなる。うん、うんちょっと待って、そのなんか、そのゲーム、ちょっとシナリオ言いかけすぎじゃない？それだけ聞くとさ。まあ、うん。まあ、どのシナリオ言っても必ずそうなっちゃうっていう嫌な女に転生しちゃいましたという。うんうん。うんうん。で、それはそね、話すストーリーもゲームの通りに進んでいく。で、さっき言ったけど、あの、ほら、義理の弟ができましたと。で、義理の弟は、その両親が亡くなってるし、義理の弟は魔法の力を持ってて、でそれを暴走させちゃって、うん、で僕はひどいことをしたんだって引きこもりになっちゃう、うん、でさらにお姉ちゃんにもいじめられちゃうと、うん、だからお姉ちゃんはその弟を外に連れ出してたくさん遊びましょうっつって遊びまくるわけよ。弟も心を開いてくれるわけ、うん、ゲームとは違うシナリオになるわけよ、うん、である時弟の魔法を見せてってお願いするの、うん、ただ弟の魔法が暴走して、うん、ちょっとお姉ちゃんが怪我しちゃうわけよ、うんただやっぱり弟はね、うん、あの僕はこの力を持ってたら不幸になるんだって、僕は人の前に出ちゃいけないんだって引きこもりになっちゃうの。え、うん、このままじゃゲームと同じ流れじゃんって。お姉ちゃんのせいで引きこもってますってのを、はい、お姉ちゃんを怪我しちゃったから引きこもってますって、うん。若干細かいニュアンス変わるけど、結果同じじゃんっていう。やばいやばいやばいみたいな。うん、そういう話。うん、2話まで見たけど、めちゃくちゃ面白い。あなんか面白いね。なんかほらそうそうそうタイムマシンものにも近いよね。うん、ほら未来を変えようと思ったけど、どんなにその過去を変えてもその人が死ぬ未来は変わらない。その人が死ぬ未来は変えられないみたいなところでもがくみたいなところがあって面白いですね。ギャグ調でね。うん、ここまでいってすごいギャグ強めの話。うん。うん、だこれはタイトルの割にどうせ出落ちだろうなって思ってたら、ちょっとこれ今期一番個人的に楽しみ。うんへー、うん、すごい面白そうですね。まあそんな感じ。まあそんな感じ。あ次、放課後堤防日誌。うん、これは、うん、部活ものの今期、うん、オタク界隈のダークホース。部活ものっていっぱいあるでしょ。なんか放課後堤防日誌だね。うん、部活もの日誌。うん、まあ中学校とか高校とかに進学して。うんこんな部活に入って、で、こんな風にいろいろやりたいなみたいな、うん、そういうあれ。で、主人公は手芸が上手だから手芸部に入りたいなと思ったんだけど、うん、なんか、いろいろあって、堤防部っていう部活に入っちゃうの。うん。堤防ってのは、その、うん、あれだね、波とか止める堤防ね。まさかとは思うけど、昔のあれみたいに、人をそこに埋め込んで、おまじないして、いろいろ止めるとかいうわけではない。釣り部。堤防で釣りをするから。なんで堤防なの？知らん。でも堤防で釣ってる。で主人公は、うん、知らん。川にはいかない。まだ冒頭しか見てないから。うん、で主人公はもともとその地域に住んでたけど、うん、なんかね転校しちゃって、うん、で高校の時にまた地元に戻ってきましたよって子。
で昔から虫が嫌い苦手で、でほらあの堤防の近くってさ、わけわかんない虫いるじゃん、あれ見てうわーって言っちゃう感じだけど、なんかしないけど成り行きでその堤防部によこそうってなっちゃって、堤防部に入るのを断れなくなっちゃった。本当は手芸部入りたいんだけど、っていう感じで堤防部に入っては釣りをしましょうねという感じの漫画。まあよくある部活ものだよ。でよく分かんないけど部活入って、あみんなと仲良くなって意外と楽しい、釣りいっぱいするって感じで、しかも知識も身につく系の部活もの。これはこういう仕掛けを使ってね、ほらこうやるとほら釣れたみたいな、絶対これ釣りするオタク増えるわ。まあヒット、まあ面白いの今。ネット上の評判も悪くはない。このメガネの子は絶対これメガネ取ったら自体もいいんだよ。モデル体型だし。目が三枚になってたりはしないんだよね。てかの目が三枚だよね。藤子 A 不二雄だから。今思うと。藤子 A 不二雄より前だとどうだったのかな。まあ部活ものとして釣りを題材にしてるっていうだけで、まあなんか特別感があるわけではない。あとずっとキララ系だと思ったらこれキララ系じゃないんだよね。原作ヤングチャンピオン列。どこなの？ヤングチャンピオン列を知らねえだろ。ヤングチャンピオンとヤングチャンピオン列は別なの？だってわざわざ列って名前ついてんだから。へー、放課後堤防に白っ巻まで出てるな。結構続いてんだな、多分月刊誌だと思うけど、まあキララ系っぽい感じもする、けどチャンピオン、秋田書店系、まあ、秋田書店系でもあんのかな、まあ釣りをするあれね、わかりました、本好きの下克上第2部。これなんかそう、あの第1期すげえ面白くて、第1期やったらこれいつだったかな、去年、まあ去年やってて、まあ、これもやっぱり異世界転生なんだけどね、あの本好きの女子高生が交通事故で死んじゃって、で転生された世界には本がなかったと、まあ、活字中毒とでも、まあ、呼べる主人公は本がない本がない本がないって本中毒になっちゃって、で、まあ、第1期は本中って言葉なんか危ないね。で、まあ、第1期は、まあ、ほら、なんだろう、昔のヨーロッパ、古代ヨーロッパ、中世ヨーロッパ、近代ヨーロッパよくわかんないけど、ヨーロッパ近代っても文字の読み書きができるのは貴族だけみたいなのがあったからさ、周りの人間は大体漏れなく字が読めないわけよ。で字が読めるのは特別なこと、でまず、まあ、その世界の字が読み書きできる人にちょっと字を教えてよって、転生したのはマジガキ、幼稚園生ぐらいのガキ、でしかも病弱で、ちょっと歩いたら息上がっちゃって倒れちゃうぐらいの病弱に転生しちゃったので、本が読みたいけど本がないと。で、じゃあ家族のためにな、まあ、ちょっと働いてお金稼いで本買おうにも、本は超高級品。まあ、手書きで1ページ1ページ写すものだから。あんな高級品買えねえし。じゃあ本自分で作ろうっつって。で、あの、紙すきとかさ、あの、竹で編んで作る本とか、そういう知識を総動員して作ろうと頑張るんだけど、ことごとく失敗しちゃう。って時に、ある時、成人の儀っていう儀式があって、10歳ぐらいの時に、その世界では成人の儀を迎えると。で、神殿に行ったと。で、神殿の中で迷子になっちゃって、ある部屋で本の部屋を見つけたの。で、成人になると、まあ、職業見習いになって、いろいろ働けますよって世界だから、私は神殿で職業見習いをしたいと。っていうのが第一期の話。で、第2期はその神殿見習いになりましたのお話。なんだけど、はいはい、まあ、相変わらずね、あの、その世界はやっぱり貴族ってのがいて。で、神殿は貴族の職場。何？あ、その世界何？貴族。あ、ごめん、今ね、一瞬神殿では貴族。相変わらず、本当の世界。まあ、その世界には貴族と平民がいて。で、神殿で働きたいって言って、神殿で働けるのは貴族なわけよ。で、あとは、貴族はその神殿で青い服をまとって働くの、でそれ以外に灰色の服をまとって働く平民もいるんだけど、その灰色の服を着てる平民っていうのはみなし子なわけよ、まあ、あの親がいない捨て子みたいな、
で、うん、じゃあ私はその何寺院で働きたいっていう時に、神殿で働きたいっていう時に両親は反対するわけ、うん、反なのは親のいない、うん、親のいない行く当てない、ない子供が働くところで、うん、お前は両親揃ってるのになんでそんなところに行くんだと、うん、当然両親は反対、うん、まあまあそれはそうなんだけど、うん、まあいろいろあって、あの、うん、まあその世界にも魔力っていうものがあって、魔法はないんだけど魔力ってのがあって、うん、で主人公は魔力を持ってたの、うん、で魔力は身を滅ぼす呪いなわけよ、うん、魔力が自分の体で暴走して、うん、幼いうち10歳未満で死んじゃうと言われると言われてるものだったので、まあ主人公はなんとか成人を迎えたんだけど、うん、このままで死んじゃうから、うん、魔術具というもの、うん、にその魔力を注入すれば、うん、自分の中で暴走する魔力を中和できるから、うん、まあ、生きているんだけど、魔術具ってのは、うん、ちっちゃいかけら1個でもものすごい高価なもので、うん、普通の生活をしていたらそんなゴロゴロ手に入りません、うん、でもその神殿には魔術具がゴロゴロあるわけよ。だから魔術具に触れて魔術を注入すると、うん、まあ、神殿は魔力が手に入ってハッピーだし、主人公は命が生きながらえるからハッピーなわけじゃん。ってわけで、神殿で働かせてくださいって言うんだけど、うん、やっぱ貴族のお偉いさんはプライドが高いから、うん、いくら魔力が高いって言っても平民のガキやん、みたいな。うん。ってのがあるんだよ。まあ、そういうのが、まあ、ただ、なんだ、うん、ただ、平民のガキがこのクソガキみたいな言う、嫌なおっさんとは別に、うん、あの早見翔が声優やってるイケメンの新刊がね、うん、イケメンの新刊が幼女である主人公の力を見初めて、うん、働くことを認めようと、さすが早見翔だね、関係ねえ、なんだろう、両親、主人公の両親の娘が神殿で働きたいって言ってるんですけど、うん、って言った時に娘の魔力がすごいってことが分かったから、うん、じゃあ娘は魔力を供給する道具だからと、うん、まあ、もう飯だけ与えるから、もう一生閉じ込めといて、魔力だけ供給させる。で、両親が、いや、それはあんまりだって、両親が貴族に盾つくわけよ。うん、貴族に盾ついたら、じゃあ処刑だなってなっちゃう、うん。両親処刑されそうになっちゃうんだけど、まあ、口頭であくまで。ひどい、うん。で、父さんと母さんを殺すなんて許さない、うん、主人公の魔力が暴走して、その、嫌なジジイのね、うん、首を魔法の力で締めるわけよ。締め殺そうとするわけよ。うん。で、このままだと、うん、このままの大神官様が死んじゃうっつって、神官の早見将がパラって止めて、早見将が、じゃあそれならこうしましょうってすげえいい折衷案を立てたい。で、両親も納得させて、主人公の娘も納得させて、殺されたの大神官を助けましたと。うん。ってのが第一期。で、第二期はその神官だったんだけど、やっぱりその、殺されそうになったおっさんは、何、平民の娘ごとに魔力が強くてもね、つって。魔力じゃん、絞り取ってやれみたいなのが新刊のおっさん。うん、で、早見翔は、ちょっとその新刊の考えどうなの、うん、って、ちょっと新刊に反対派。そうで、早見翔さん、マジイケメンなの。うん。そう。マジイケメンだし、声もいいしね。なんか、俺の好きなアニメによく出てくる人なんですよ、ね。まあまあ、とりあえず、早見翔さんが、うん、あの、まあ、主人公に何かと気を使ってくれるというね。うんさすが陸奥の四天王だな。もう流れ星銀の話なんだけど、うん。なるほどね。わかりました。でもね、今期も面白そうっていう。あの、ナロー系にしてはよくできてるから、うん。なんか、うん。なんか、すごい安定して面白いアニメっていう。円盤が全然売れない。うん、あ、なんか、確かになんかね、うんちゃんと面白そうなんだけど、その、そういうグッズとかが売れるイメージはないな。だから円盤なんかほんとキルミーと争うレベルの売り上げのはず。ほんとあの、そうなんだ。500枚未満だったと思う、一巻は。キルミーが300枚。500枚未満あまあ、円盤も今売れない時代だからね。まあでもあれでしょ、配信とかやってるから、ね、どうかなちょっと調べてみてみないと分かんないけど。で、これは本当あの、うんうん、ただアニメのドッタンパッターンを楽しみたいって人からすると、若干小難しいかもしれん。うん、だから万人受けするとは思えない。うん。だと、
主人公の本に対する執着っていうのも、いまいち共感を得られない。活字中毒を患ったことある人間じゃないと分かんない苦悩があって。ああ、そういうのあるよね。うん。だからまあ、田島さんは活字中毒だから。本読めなくてきついなあった。うんうん。ネットが流行ったから解消されたけど。うん。自体は何でもいいわってなっちゃったわ。うん。あ、さっきさ、早見翔が面倒見てくれるっつったけど、うん、早見翔が出るまでは小安武人が面倒見てくれる。へぇー。そうだよ。至れり尽くせりじゃないですか。異世界行っちゃって、やべやべっつって、小安が助けてくれんの、うん。で、小安の役目はここまでだと思ったら、次、早見翔が助けてくれんの。へぇー、すごい。マジ小安神だからね、この作品。小安超いい人。うん、小安さんと早見翔、ね。うん。小安さん。何してにすんだよ。まあ、だから分かりました。一期好きだったら二期もこれもい、うん、おすすめって感じかな。うん。はい。うん。分かりました。やはり俺の青春ラブコメは間違っている感。でも嫌じゃん。ちなみにこれ放送前に延期が決まって放送されなかった。うん。されてないんですよ。1話目の時からいきなり放送延期で、これ第3期にあたって、うん、無印、続、巻なわけよ。続の再放送が始まったよ。うん、続くって書いてね。あ、そうなんだ。録画予約だけしといて、うん、で、まあ2話ぐらい録画して、うん、あ、じゃあ見ようかなと思ったら、あれ、このエピソード見たことあるぞと思って、うん、タイトル続だから、これこの前のやつじゃんっていうね。うん、ただこれやってたもん、何年前だろう。うん、一期二期は割と一年おきでやったんだけど、第三期が間すごい空いちゃって、うん、いよいよ始まるぞと思ったら、うん、まさかのちょっと病気の影響でね、あれの、あれなウイルスの影響で、うんうん、まさかの1話からいきなり延期っていうね、うん、うんうん、まあ、どこも大変っていうか、ちょっと制作状況大丈夫なのかなってちょっと思いましたね、うん、そのあれがなくても、アニメは13年と15年にやってたのか、うん、そう、13年4月、15年4月、もうそこに2年入ってんだな、13、4、5年、2年入ったのか、うん、でその次が20年5月だから5年空いたんだね、うん、と思ったらまさかの延期。へー。ちなみに第2期は俺あんま面白くなかったと思う。一挙は良かったけど、まあほら、そう、まあ三期は一応俺は最後までちゃんと見届けたいとは思う程度には、うん、まあ面白いと思う。うん。あれかな、原作が終わるのを待ってたのかな。確かに原作に追いついちゃう勢いで、うん、第二期がやってたからね。あとアニメだとやっぱほら、うん、原作がラノベでもさ、一冊をその気になれば2、3話でバラって進むからね。うんうん、まあとりあえずこのクールでさ、うん、終わる予定だったけど丸ごと延期だったという、うん、ちょっと八幡は、ね、ね、オタク界のね、英雄だからね、うん、そうだ、あの主人公の名前が引き貝八幡っていうんだけど、俺八幡と似てるよねってオタクたちが次々に言ってる。うん、なんかでも学力運動神経容姿ともにそれなりでありながらって感じで、それなりらしいよ。でしかも皮肉屋。うん。そんな人間いるはずないじゃん。うん。そういう人間はよく歌舞伎町とかにいますね。なるほどね。歌舞伎町にいて、います。なんかすごい。なんかひどいことするらしいですよ。高校生の時はそれなりにちゃんとしてたと思うんだよ。まあ、高校生でその境地だから。うん、まあちょっとまあ皮肉が効いてる主人公で俺は好き。でもね、そういう人って大体ね、うん、こういういい感じにならなくて、もうちょっと見た目もね、悪い感じになっちゃうんだよね。髪型がこんな、あれ、ほら、これ、うん、もうちょっとね、こんなホストみたいな髪型じゃなくて、もうちょっとなんか、あれな感じになっちゃうんですよね、そういう人はね、大体ね。うん。あと、こういう、なんだろう、
もうちょっとね、ボタンちゃんと閉めてるイメージがある、そういう人は。うん。偏見です。ちなみに1期と2期で制作会社が違かったと思うんだ。うん、だからキャラデザが2期になって急に顔がシュッとしちゃって。3期どうなるのかな、うん。という感じかな。知らない。3期うん。もうその、比較対象かないかな。知らない。うん、1期2期の中間みたいな顔してんな。へー。あと2期でね、なんかめんどくせえ後輩が急に出て、女の後輩が出てきたんだけど、なんか突然ヒロインずらしてんのかわけわからんわ。何その、何そのキャバ嬢のチーリに対するいびりみたいな。もともとメインヒロインが2人いてさ、バカだけど明るいドキュングループにいた人、うん、と、あとすごい賢くて知的でクールな女の2人だったはずなんだけど、うん、急に後輩のキャピキャピしたやつが入ってきて、うんで、それもアニメ版見る限りだと、急にこいつがヒロインずらしだしたのが本当わけわかんなくて、本当は別のイケメンの先輩が好きだったはずなのに。うん。ちょっと体座見てるけど全然違うね。主人公とちょっともう老けちゃってる。年取ってんじゃん、5年も経ってるから。うん。うん。うん。留年したってこと？みんな。そりゃもう、そんなことにうつつ抜かしてばっかりいるから留年するんだよ。俺ですら高校留年しなかったというのに。なるほどね。まあ、みんなが、その、うん、うん。まあ、みんながこれに感情移入してるわけね。あれだね。違うのは、見た目と女が周りにないってことだっけ。だからキャラデザは一期が一番良かったよね。うん。顔がみんな一気がなんか、まあ、当時の流行りなんか丸いね二期あ確かに放送当時の流行りに習ってるんだけどやっぱ一期二期って比べると顔伸びたなっていう感じかな、うん、確かにね伸びたねじゃあ次本当ですねあっぱれらんまん天真爛漫の一時期ですかねこれはどういうアニメなんですか？これもスチームパンク。ただ、これもスチームパンク。へぇー。ジョジョの奇妙な冒険のスティールボールランってわかるかな？ジョジョって毎回主人公が変わってて、ある時突然時代とか時代背景とか世界観とかリセットして、アメリカ開拓時代に、馬に乗ってアメリカを東西横断するレースを開催されたの。で、スティールボールランっていうのは、ジョジョの奇妙な冒険第何部スティールボールランっていうサブタイトルで。それ、キャノンボールランのパロディー、まあね、それはスティールボールランです。うん、で、アメリカ大陸を横断する馬レース。馬に乗って。うん。うんて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 んあ、ごめん、キャノンボールの歌を歌ってたやつやってそれを馬に乗ってやるよって言うんだけど、このあっぱれらんまんっていうのは、車に乗って、アメリカ大陸東西横断しましょうっていうレースが突然始まるわけよ。で、舞台もスティールボールランと同じ。侍いるよ、これ。じゃあ、まあ、多分、アメリカの開拓時代の、日本の開拓時代かな。で主人公チームは、江戸の時代が終わった直後ぐらいの日本だったと思う、うん、じゃあ1800年代だ17世紀19世紀、まあ、その辺で19世紀か、まあ、でレースレディーゴーっつって、うん、いろんな世界各国の新しいエンジンとか蒸気機関が出てる、うん、搭載したからくりの車がバーンとスタートしましたっていうのが第1話の冒頭、うんで、そっからまた時代がギューンと戻りまして。うん、そのレースに参加する日本人チームが、蒸気機関の車かなんかでバーンとスタートする話だったんだけど、そっから過去に戻って、うん、その蒸気機関を運転する人の話に戻る。なぜアメリカに行ってそんなレースに出るのかを多分描くんだろうね。多分このままの流れでいくと最終回でそのレースでなんかやるって感じだと思う。最終回はあれでしょ、飛行機から
バイクで飛び降りる人が出てきたり、ミスターブーとか、まあ、多分レースの話だと思うんだけど、1話の冒頭で用意バーンっていうスタートを最終話に持ってくると思うんだけど、うん、そのレースに参加するまでの流れを描くというね、うん、でこのアッパレってのが、うん、そのメカニックの男の子のイケメンで、ただあの、うん、当時からするとメカニックなんてのは頭のおかしい仕事であって、あの商人かなんかの家なわけよ、うん、ただあのこれはこうであれはあれで設計図を引いて、あのなんだろう、蒸気機関のからくりを作って爆発事故を散々起こしまくってる。で親からもうお前いい加減にしろよって怒られてると、うん、っていう中で、うん、まあ、その近所の剣術道場にいるの跡取り、もう師範代に上り詰めた跡取りが、うん、あのまあまあ政治的なやつね、そのほら近くの商人の店の次男坊が爆発事故とか起こしてて、うん、やべえからおめえが管理しろよって、年も近えしってなんか押し付けられちゃうの、うん、で次になんか事件事故起こしたら、うん、それはお前の連帯責任にすっからなみたいな謎の押し付けを食らって、なくっそーってなんじゃん、ひどい、うん、でもってその、あの何、蒸気機関の爆発事故を起こしまくるやつ、うん、もう言葉が通じないレベルのね、とっぴな人間なんだけど、うん、まあそいつとまあいろいろ話をすると、なんかむそのとっぴな人間に気に入られて、うん、でまあなんかそのとっぴな人間はもう犯罪に近いことまでやっちゃってるから、もうこのままじゃ本当あの捕まって切腹させられかねんと、うん、で管理役を押し付けられたやつも、うん、いや押し付けられたやつってもう管理役だから、これマジ切腹もんやんってなっちゃって、って時に、うん、あのまあそのとっぴなやつが作った蒸気機関の船もどきがあって、それが暴走して国外逃亡しちゃうの、うん、でまあ燃料尽きちゃうんだけど、うん、偶然アメリカの船に見つかってアメリカまで引っ張っててもらいましたと、うん、あここがアメリカかっていう第1話、まあ言葉が通じるかどうかわかんないけど、まあそこはバベルの塔がなかった時代だから、あの言葉通じるんだろうね、うん、バベルの塔があろうがなかろうが、うん、ハリウッド映画ってさ、どこに行ってもみんなが英語を喋ってくれるじゃん、だからうん、いや違うの、どこに行ってもアメリカなら言葉が通じるんだよ、まあ、とりあえず、まあ、アメリカっていう土地に行って、ここがニューヨークだったな確か、うん、なんでさ日本から出てニューヨーク側に着くの、うん、なんか、あ、そっち回りか、太平洋側ではないのか、うん、だからほら、なんかだって日本側からだとどっからアメリカまで行ってる船がある、太平洋は、あ、そうだ、作中でも東京横浜、うん、なんちゃらかんちゃら四国の方をつって、あの西側に回ってたな、あ、じゃあうん、多分あのこの時代だとそっちの、あ、で、あ、西回りか、西回りも半年以上するもんな、うん、まあ、とりあえず、まあ、まあニューヨークに着きましたという第1話、うん、まあ、そこからいろいろ成り上がって、その、うん、からくりマシンレースに出るんだろうねという、でもこの時代にはもうガソリンはまだ出てないのかな、ガソリン自動車が出たのはあの1870年、ガソリン車っぽかったぞ、主人公の車は石炭燃やしてたけど、あの蒸気機関自動車自体はね1769年だからもう100年、多分主人公チームは蒸気機関だった、うん、まあ来、おお、ちなみに歴史上日本で蒸気機関自動車が最初に来たのは1904年らしいです。さ、1904年に蒸気機関が来たのに発展早いな、うん、まあ、とりあえずまあ蒸気機関が伝わる前に蒸気機関のことを考えていろいろ実験をしてましたっていう主人公的なやつの、まあ天才的な話な、天才なエンジニアがいましたよっていう話、うん、面白くなりそうではあるけど、うん、男キャラが多くてイケメンの、ちょっと不女子受けを狙いすぎた感じがある、だ男視聴者が単純に楽しめるかどうかはどうかなと。でもあれだよ、この中国の女の子、なんかそうだね、ランバのシャンプーみたいなね、本当にあのそういうステレオタイプなキャラが多い、日本人も、うん、
まあ、ほら、この時代ってほら、まださ、国際、グローバリズムが全く発展してない時代だから、むしろ、各国の人が各国の人らしい格好をしてたんじゃない日か本だけちょっとトッピーな感じがあるな。こんなやつはいおねえ祭りよ。大好きって感じだな。お祭り女、どこから来た、っていうか、もう男こだのからね。服はなんだよ。これ男の子だよ。男の子なの、これ。空のアッパで花枝付きだ男からなの、こ男だれ。よ。口の両端赤くつけたやつでしょ、そうな男んだ。と。この髪の色はどうなそっりゃてんそうだ。いうやつなんだよ。これ、てか、メインキャラ、陽気青い弟、こいつこのは人ばっか何りじじゃゃん。んだ、わかんねえわ。インこディれ、アンどでう見て第もイ1ン話ディのアンでしょ。その、第1話の冒頭で一緒に車乗るぜーのうちのメンバー、主人公とその横の侍と、もう一人このちっこいの3人で運転してたんだけど、回想シーンに入ったらこいつはまだ出てきてない。で、結城葵が声やってるんだけど、子供扱いが大嫌い、男女書いてねえな。あ、少年だ。男だ。こいつはまだ出てきてちなみに僕、ちなみに僕、自動車レースものアニメの最高傑作はチキチキマシンモーレースだと思ってんだけど、あれも毎回毎回同じ話だけど、何度見ても面白い。もうね、例えがいちいち古いんだよ あれ、何あの犬。いや、だけど俺、ね、いや、あのもう名前完思い成出されそうしてたら、る毎もん。回ヘムヘムって思っちゃうんだけど、ヘムヘムじゃないよな。ケンケン。ケンケンとヘムヘムが毎回混ざケンケる。ンだよ。あれは、ただ、ヘムヘムは明らかにケンケンを、そうだのオマージュというか、影響でしょ。どう見ても。っていうか、ほらね、山田先生の声が、ブラック魔王の大塚千佳だからそさ、こなんだね同じなんだけどね。いや、そんな。いや、だから、レースアニメでおすすめなのは、僕は、チキチキマシーンモーレースです。もうね、何度見ても面白いし、同じ話を何度見ても楽しい。オチも全部読める。いや、やっぱあの頃のハンナ・バーベラはすごいわ。いや次ー、が次行きますか。DNA。DNA ってトリガーどういうアニメ？作ったアニメで、トリガーって例えばガイラックス時代に天元突破グレーラガンを作って、でもこそれ自体はこから知ってるよ。独立しトてキリルガラン自キル体とは。か、魔法のあれなんだっけ、タイトル忘れた。リトルウィッチアカデミアを作ったり、あとはこの前までプロメアだっけ。そう、プロミアとか映画あったりとか、ブリッドマンが作ってるとをころだよ作っね、てたそれところね。が、今回新しく作ったのが BNA というやつだね。なんだろう。作画とかクオリティは、まあ当然トリガークオリティなわけよね。なんだろう。ギュインギュイン動く。勢いがある作画でギュインギュイン動く感じ。で、話の内容は、現代日本っぽいところを舞台にして、獣人と呼ばれる、まあ、獣と人間の、まあ、ミックスみたいなのがいる世界なわけよ。で、当然、純粋な人間は獣人を差別する。から、じゃあ獣人だけが暮らせる獣人特区っていうものが作られて、で、主人公はタヌキっぽい女の子。で、まあ、人間世界ですげえ差別されてて、獣人は殺せーみたいな、なんかドキュンがすげえいっぱいいるから。そっから逃げて、獣人特区へ逃げ延びたーっていう感じの話。で、まあ、逃げ延びたはいいんだけなるど、ほどね。獣人のくせに人間に雇われてる、まあ、獣人特区を滅ぼそうっていう人間の意思があるわけよ。っていう感じで、人間に雇われて、何、獣人特区で事件が起こったら、人間側が軍事介入できるわけよ。っていう感じで、獣人特区を荒らしてやろうっていう感じの。悪い獣人がおって、ただやっぱ獣人の中で悪い獣人は殺せってやつらもいるわけよ。っていうのがある中で、主人公は超いい子で、獣人同士が殺し合うなんてよくないって、その獣人の争いを止めに入るという話で、まあ主人公の声が諸星すみれ、さっきも言った星宮いちごちゃんの声です。星宮いちごちゃん大活躍だなるね。ほどね。そう本当ですね。で、人気あまあるんだね。話としては、まだ1話しか見てないんだけど、まあ、いまいちピンとこない感じ。どっかで見たことあるなって話のオンパレード。だけどやっぱ作画が、見せる作画で面白い。アクションシーンなんかも、コマの数少なめにして、その見せるカメラワークを心がけてる感じ。まあ、トリガーらしい作画で。
あと配色もトリガーらしく頑張ってるなと。まあ、今んとこは見といては損はないのかなって。っていう感じだから、とりあえずは見ていくつもり。あとは、まあ、設定上、獣人が迫害されてるってのがあるから、その迫害された中で獣人はなんでそんなに繁栄したのとか、犬タイプ、狼タイプとか、ライオンタイプとか、鹿タイプとかって、子孫残すときどうすんのとか、そういう細かいことは気になるけど、まあ、突っ込んじゃいけないって感じだね。まあ、勢いあるから見てないいるんじゃほど。ね。わかりました。ミュークルドリーミー。あ、次。何これ、なんか全然なんか名前から、まあ、BNA もそうだけど、タイトルから内ミュー容クルが全ドリーくミー想像できは、ない。今期これ一番、さっきも今期一番って言ったけど、サンリオ、そう、サンリオの、サンリオジか。ュエルペットとか、リルリルフェアリルとかの後釜だね。てか、ジそう、ュエジリュエルペッペットトにすまごんいま似なてる。感じがするけど。ジュエルペットは、宝石の瞳を持ったジュエルペットっていう生き物だったんだけど、今回はぬいぐるみなんだよ。で、まあ、雲の上で作られてるぬいぐるみがあって、それが人間界に落ちてきちゃって、で、人間の女の子と一緒に協力して、まあ、夢をなんちゃらかんちゃらっていうテーマのアニメ。まあ、多分一期が長いから、まあ、多分そのうち放送休止になっちゃうんだろうけど、それがなかったら2、3年は続けられるテーマだと思った。って感じで、まあ、人間の女の子とぬいぐるみが協力して、夢を荒らす悪者がいるから、夢の中でその夢を荒らす悪者を退治してこうねっていう感じの話。で、夢の中に入ればやりたいことが何でもできると。で、中学校に入学してイケメンの先輩見つけて、テニス部の。テニス部のイケメン先輩超かっこいいっつって。でも主人公はチアリーダー部に入りたくて、チア部に入るか、テニス部に入るか、迷う。じゃあ夢の世界で、シミュレーションしようっつって、夢の世界でテニス部とチアリーダー部をどっちも経験して。そういう魔法そうのいうこ力。とができるようになるんですね、この人たぬち。いぐるみと協力して、そういう魔法の力を使って、夢の世界でなんちゃらかんちゃらっていう子供向けのアドベンチャーアニメ。じゃあこれ土日曜曜のなんだ朝とね。か。っていうわけで、まあ、本当バリバリの子供向け。ただその、女児アニメ好きからすると割と楽しめる感じ。そうだ、俺大好これきすですね、げえ、なんか女児ア久ニ々メ。の当たりきたなと思った。何なんこれだもう女児十やっ何てんだ、年女女児児。やってるから、まあ、プロ女児からすると、まあ、幼女先輩にはかなわないけど、まあ、ちょっと女児アニメ好きからするとなかなかビビッときたよ。なるほど。じゃあ、そう、うなんまかくコンうトまがく動いくくとといいいでけすど、ね。おもちゃの反則が激しいの。ちょっと、サンリオ、バンどダイ。こなのこれっつってんの。サンリオ、あれ、サンリオっサてンリバオンダイ系か。なのかな、おもちゃは。まあ、とりあえずサンリ知オらでおもなちゃはバリバリ出してきてる、いきなり。い。へえ。なんていうの。まあ女ね、子向けアニメってそういうもんだから。まあ、ちょっと興味があるなら見てもらってもいいかなと思ってる。ただ、権利の関係で、無料配信ってあんまりやってくれないんだ、この辺は。アマゾンプライムとか、フールとか、タツーンとかは、D アニメストアはどうなのかな。まあ、とりあえず、まあ、どっかしらやってなくはないと思うけど、あんまりやってないイメージ。ってところだね。ていうか、ミュークルドリーミーは、ぬいぐるおもみちゃを、喋は、るぬいぐるみ、喋らないぬいぐるみ、夢に入った時に使うステッキが売ってるね、今んとこ。おもちゃこれなんか、あがつま、株式会社あがつまっていうとなんころだ、らそしいれけど、は。俺し、あれか、ダイヤロボ作ってたとこか。ダイヤロボって、なんかその、おもちゃオリジナルで、特にそのアニメとかやってたわけじゃないんだけど、安くて偉く出来がいいっていうので、一時期話題になったんだよ、そのロボット好きから。あの会社か。もう本当に老舗の堅実な感じの会社ですよ。なるほどね。へえ。まあ、なるほど。楽しじみ、ミゃあ、ュークこルれドがちょっリーミー。と楽しみだ。
はい。わかりました。まあ、ちょっと今期のやつはね、まあ、アレナウイルスで、なんていうの、かに、もうほとんど、ここを紹介したのほとんど、もうただ放送ね、延期とかなっちゃってるんでし破ょ、滅そフれラで。グしかないや。極悪令状。これは、全は納品済みらしい。あ、じゃあ、そうだね。OK だあね。と、放課後堤防日誌は4話まで納品で、そっから先はもう、延期って発表されてる。で、あとは、そうだな、あと、リストなかったけど、プリキュア。プリキュアも次の週末の分からもう延期になってる。だから過去の傑作選やるよって言ってるけど、今期分まだ12話しかやってねえから、傑作選も何もねえやんって思って。傑作選か。俺さ、そうデそう、ジデジモンもモンなもんそうだか、し。ダメになってんでしょ？見てない。そじゃれデデジジモモンン見てん昔の？のデジモン見てなかったから。あとはプリキュアが延期で、戦隊ものも延期なんだよね。ああ、コロナになっちゃっ戦たから、隊のカー人がドにな一っちゃっ回たからね、ね。なっちゃったからね。違う、なんか、多分名前言っちゃったけど、コロちゃんでだしょ、なんよ。か、コロボンコロボンちじゃんゃだない、から、ボン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 だから、仮面ライダーボンゼボンロボワンンボンボン。が、日朝さんの中でぶっちぎりで詰まんねえんだけど、延期にならない。結構、じゃあ、先ゼのロ方までワンが撮っね、て結た構ん評判悪いんだけど、仮面ライダーゼロワン。30話以降はそこそこ面白いと思うんだけどね。30話以降で、ここ2、3週間ぐらい。30話までがつまんなくて。あとは、ちらっとプリちゃんも新シリーズになったな。2年目が本当ひどくて、2年目の新キャラは全員海外に飛ばして除名したよね、作中で強引に。なんか本当の芸能界みたいだね。ちょっとしばらくお前ら、本当海外か海ら外とに留かく学で勝っもしとけ、て、みたいああ、すごい、行ってみますっつってみんな海外行っちゃったよ。な。でも新キャラが、黒っぽい新キャラと白っぽい新キャラがいて、どう見ても左右対称なの。で、白い子は昔両親と生き別れになっちゃってっつってて、明らかに黒い子の姉妹じゃんねっていう。あ、なるほどわかね。んない。いとこかもしれなない今よ。後どうなるのかなと。まあ、プリちゃんはちょっと2年目後期面白かった。なるまあ、ほ後期楽ど。しみかな。あとは、わかりました。じゃあ皆さんもね、ここで紹介したア進ニめはメ、ぜ極ひ見悪てく令みて状。ください。わかりました。じゃあ、バイ今日はこのバ辺で、バイバーイ。みんな体に気をつけーて、手洗いうがいをしてください。はい、じゃあ。じゃあ。